どんぶりとんでーす。今回は天井にあるものをくっつけるだけで二度と通れなくなる道を作れるということについてやっていきたいと思います。皆さん何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。まあこれ正解はそんな都合のいいものはないですね。はい、逃げようとしない、動画を閉じようとしない、ブラウザバックしない。皆さん逃げちゃダメですよ。まあおそらくね、大体の人が頭の中で想像で多分思ったのが、皆さん今日も騙されちゃいましたねっていう、俺の声がね脳内再生されて僕にすっごい殺意を向けたり動画を閉じようとしてる人がもう大半だと思うんですけどね。いや、ここから有意義な時間にしますので、ゆっくり見てってください。まあこれね、何かっていうと、確かにそんなね二度と通れなくなる道を作るなんて、そんなドラえもんみたいなことできるわけないんだよ。もう都合のいいこと確かにできない。だけど通れなくなる気がするんだよっていうやつがあって、それ何かっていうと C4 を天井にくっつける。これをみんなに見せる。おい、ちょっと待て、お前させるかババア。よっしゃー。いやこれよ、ハードピークする人の真後ろに立ってあげればこいつの死は無駄じゃん。しっこっしゃあ、お前俺の動画止めてみろ。俺、いやこういうことじゃないけど、っていうかあれなんだよね、基本的にこのゲームやってる人って、この通路に敵がいるということは窓にエイムを置けば敵が倒せるって大体考えてるんだけど、このゲーム PC でやってる人エイムがいいからあ人やんつってとつっちゃうんだよね。大体考えてないからね、この戦い方が一番いい。ちなみにね、なんでこの C4 を天井にくっつけてるの今更やってるかっていうと、フラググレネード以外の爆発範囲がちっちゃいから、もう壊れなくなったんだよね C4 が。ほらずっとショックドロー効いて、お前俺の企画のドン壊そうとすんだよ。お前器物損壊罪で訴えるぞお前。おい、理由はお分かりですね。入れ食い最強、グレも投げてくんだよ。あっ、なんでアッシュとゾフィアで壊れない、それ以外のものでなんでみんな壊そうとすんの。来たぜ101アットマーク強者ボ。お前俺とお前どっちが強いか勝負しようじゃねえか。何、俺の動画の企画知ってるわけ？ショックドローンとグレでしか壊れないんだよこれ。すごくない？どういう確率？今カメラ開いたな。パカっつったぞ。パカの音が鳴ったぞ。いや俺のケツにいる。やばい、やめたねこれ。カメラ動かしたらバレるから、こういう時マジで何も動いちゃいけない。両手挙手した方がいい。設置させたいこれは。したね。うるさ、まずい子かよ。いやすごすぎる、もう手震えちゃうこんな。おー、いく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 って感じ。強すぎ、意味わかんないけど。いやもうあんまり解説してないから、多分このあざみだから、いやお前 C4 の無駄遣いすんなよとかね、あベルトお前死ねやとかね、クソガキがね、まあ、俺に言ってくると思うんですけどね、まあ、特に理由がなくても言ってくると思うんですけどね。はい、だと思うんですけど、これめちゃくちゃ強いのよ。もう解説していくよ。これ何が強いかって、アッシュとゾフィアで壊せる感じするじゃん。だからみんな大体撃ってくるんだよ。有刺鉄線と一緒に壊したると思ってアッシュとゾフィアをなんか壊す撃ってくるんだけど、 C4 が全然壊れないんだよ。でしかも C4 を壊すためにグレは使いたくないし、ショックドローンもあえて入れて壊すのもなんかもったいない。だから C4 がずっと張り付いたまんま気にしながら戦わなきゃいけないっていう地獄みたいななんつうのマップが作れるんだよ。だから単純にこれ強いんだよね。めちゃくちゃ相手気が散るし、これの処理って EMP か。あ、もうガジェット消費するしかないんだ。え、ちょっと待って、降りてるんだけど。すいません、マジで聞こえなかった。俺の声がでかすぎてマジ聞こえなかったんだけど。俺の鼓膜じゃ無理だった。誰か、怖いんですけど、俺の C4 をもうくねくねして、そこわざと通らせて俺被爆するぞ。絶対上向くから。ちょっと待って、ラペリングいるんだけど、お前それ、倒さないと俺の動画が終わる。おしゃいイーズハードゲーム危ねえ普段から言い慣れてますね。そうですね。いや任せろ。いやこれねめちゃくちゃ強いから、クソガキがおいメルトお前クソみたいな味なんだよとか思ってるけど、めっちゃ強いからな。なんでいないの？今俺飛び出してやれると思ったんだけど、いや階段いるぞ。俺のことを撃ったやつは絶対いるぞ。あっぶねえ頭じゃないの今の。待って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 、まだ俺シボンくっつけて動画撮ってないの。でも通りづらいからあいつずっとそこにいんだよね、階段に。ちょ逃げたいこれ。あ、ちなみにね、俺今とっさに画面下に向けたじゃん。これ意味ある技なんだよ。このゲームって下向くとちょっと頭下がるから割と判定ずらせるって俺は思ってる。え、これ割と強いけどな、なんか他のゲームだとやるんだよね。僕が取りたい、僕が取りたい。ほらまだ C もう生きてる。いやこれやるとほんと通りづらいからやってみ。いやマジでやった方がいい。しかもこれパパパパパッとだったら絶対無理よ、こんなん C も壊せねえもん。みんなこれミュートの必須技教えてあげる。ここにミュートを置かないと絶対ダメだからね。これ何かっていうと外から絶対このミュート壊せなくなるっていうのと、あとこの補強に火花とか言っても邪魔のせいでこれ壊れなくなるんだよ、壁が。いやこれマジで義務教育で教わるレベルの技だから。いや今のミュートの置く位置は絶対やれ。いやこれはもうみんな覚えといて、マジで強いから。あれもう二度とね、ベーカリーの補強壁絶対割れなくなるから、これだけはやってほしい。久々に使えるやつだったらもう100、ほら向上した。君動画のために僕に火花を打ってくれたね。にちゃーって感じもオタクスマイルが止まらねえ、やばすぎる。うん、基本的に私は3日風呂は入りませんかね。歯磨きは1週間に1回程度。なんだ俺キモーターを演じてるわけじゃない。オタクスマイルを演じただけだ。とにかく強いんじゃ。いや任せろ、俺が C4 で止めてやる。んそこのミュートの位置、弱くない？やばいね、いるな。まあとにかく最初っていうか、あそこのスモールベーカリーのやつはマジで強い。ミュートの位置。あとね、みんなに言われたのがね、俺最近までミラでなんかクソみたいな技やってたんだけど、あれのせいでランクめっちゃ落ちてたのよ。だから頑張ってプラチナに戻りましたマジで最近すっげえ勝率高えからな俺。いきなり高くなったから、裏技禁止にしてから。前バカにされてんだよ、ベルトンさん雑魚狩りして動画撮ってるんですかって言われたからね、ちょっとめっちゃランク頑張ってあげてる今。動画用アカウントすんげえ頑張ってっからね。超勝率高いよ最近だけ。マジで最近だけ。かかってこい。 C4 あって通りづらいね。ちょっと天井にくっつけられなかったけど、まあ、そこは妥協。いや絶対通れないです。やばい、白パン履いてる。顔に白パン履いてる。やばい。あ、いいね、わばいカバーしてくれてる。あ、ナイスー。あ、いいね。ほら誰も入ってこれない。 C4 くっつけるだけ誰も部屋入ってこれないからね。え、入ってんじゃん嘘ついたこの人。あ、俺やーって感じ。ミュートの義務教育技教えてあげよう。もうみんな C 字で義務教育終えろ。これな、ここのミュート強えんだよ。みんなさ、これなんで真ん中に置かないのってなってるけど、いやここの場合だと端っこに置くことによって外の階段に邪魔を引けるんだよね。これめっちゃ強い。だいたいシグナル引っかかる。みんな安全を取るためにね、下がってドローンなんつうのぶん投げるからだいたい引っかかるの。ほらやばくない？これめっちゃ強いんだよ。階段でドローンいじるとそいつ体自身が邪魔かかってるからドローンいじるやつ。俺最強よ。あ、ちょっと待って、でも俺さっきからずっと C4 壊れてっからさ、誰かアッシュかゾフィア打ってくんねえかな。来た。ほら見てこの爆発愛のゴミさなんかシールド壊れないのガチで謎だけどね。そう一切壊れないんだよ今。やばいよね、直撃しないとアッシュ効果発揮しないの。頼む。ほら C4 壊れてない。これなんだよ。いや前までは壊れてたでしょ、感じだと。だけど今のアッシュだったら天井にくっつけてたら俺絶対壊れない。もうそんぐらい壊れない。もう俺が力むぐらい、全力で力んでなんか漏れそうになるぐらい絶対壊れない。覚えておいてくれ。俺がこうやって必死こいて説明してんだ、覚えてくれ。まあでもショックドローンとフラグでやってきたらなんつうの、あ、この人ベルトンの裏技やってるバカじゃんみたいな感じでなんか思われてると思ってください。はい、基本的にバカにされていると思っててください。ちょっと待って、みんな強すぎない？遊撃してる人がいい感じに機能してるからめっちゃ時間食ってるな。エラが階段上がろうとしてて、パルスがそれのカバーしてて、俺は鼻ほじってて何もしてないですねちょっと待って、これどうしよう。俺の C4 置いたから本当に本格的に誰も来なくなっちゃったんだけど、いやこれするとね、敵のなんつうの行動を割と制限できる。ミュートと C4 を使うことによって。あ、そうだ、ミュートをやってる意味をずっと説明してなかった気がするけど、そうミュートでドローンいじれなくて C4 を張ってやると基本的に攻めようとしないんだよみんな。これが重要なんだよ。やっと言ったわ本編。これを最初に、あっ、なんか今いたよね。あ、今貼っちゃおう。あ、こんにちは。なんでやれないの、嘘でしょ。はい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 。ということでね、壁にくっつけるだけで、まあ、キルは取れないけど相手のなんつうの進行方向をあえてコントロールできるということで、皆さんやってみてください。ということでした。バイバイ。